皆さん、こんにちは。今回もソロカオスのボスモンスターをケテッペシからベケベケにしていこうかと思うんですけど、そういえば最近アンケートありましたね。 今回はちょっとね、公開しないようにします。なんか公開するとさ、すでに出てるやつ、何すでにこうしてって言われたやつ、運営叶えましたってなると、なんかサプライズがないじゃないですか。運営なんかそういうの気にしてんのかなみたいな。今日は、カオスレイヤーやっていこうかと思うんですけど、ちょっとさっきカオスレイヤーやってみた感じ、ちょっとなんか俺倒せんのかなと思って。 なんか俺弱すぎて倒せないような感じがしたんですよ。で、なんか自分にとってなんか理想の編成、自分の所持スキルの中での理想の編成みたいなのをちょっと考えてやろうとしたんですけど、この弓セットをね、裏で使ってですね、このね、これ、モーションがめっちゃ当たりにくいんですけど、このツェリスカってやつ、これウィンドパイルバフなんで、で、カオスレイヤーって弱点がダー風属性なんですよね。で、これで、1枠目でコネクトのこれを打って、で、これちょうどね、全体攻撃で、で、このふわふわ勇気とラブリーシノン、これも全体攻撃なんで、で、コネクトチェーン効果って全体攻撃で当たり判定出た数だけ効果が発動するんで、で、しかもこのふわふわ勇気がクールタイム2秒減少ってことで、複数攻撃当たれば、この2秒のがね、当たった分だけ発動するんで2秒減少。なんで、このカオスレイヤーって HP が半分以下になるちょっと手前あたりで、どこら辺か忘れたんですけど、だいたいバタフライのバッターっていう文字の下あたりの HP バーのね、あたりまで減ってれば、まあなんか分裂しだすんで、それで分裂帯に当てまくって、このウィンドパイルを、と、で、ウィンドパイルとこれ自体についてるこの筋力増強バフっていうのを、これもスタックバフなんで、これを一気に貯めてぶちかましていこうかと思ったんですけど、じゃあカオスレイヤーがあまりにも小賢しすぎて、最初これ睡眠耐性とか入ってなかったんですけど、この編成。もう本当にあまりにもうざったらしいんで、ちょっと睡眠耐性を入れました。で、こちらには出血耐性が入ってないんで、あまり深追いすると死んでしまうと。で、こっち、筋力増強を片手コンで入れてたんですけど、筋力つなぐのすらちょっと厳しい感じがして、もう俺全然慣れてなくて。で、どうしようかなって考えた結果、もう普通に刻印とか突入れてゴリ押ししていこうかなみたいな感じになってきて、で、これも筋力増強だけど、ちょっと抜こうかなって、どっちかっていうと、まあ、分光の方がいい気がするので、これかな。これもな、俺、神父使うのも慣れてないから、ちょっと神父先打ちみたいなのがあんまり意識できてないんですけど。あとは、まあ、これはバフ、最初、これもバフかけて弓で、バフスタック上げていこうかと思ったんですけど、やっぱり余裕なさすぎて、俺の技量では全然もうダメダメですね。で、これなんで入ってるかっていうと、スイッチを、まあ、貯めようかなと。これモーション速くてスイッチが82溜まるんで、で、これだけだとちょっと、まあ、スイッチの溜まりが微妙なので、どうしようかな。これ、土ってつなげたいんで、土を入れたいところなんですけど、まあいいや、これで。なんかあんまりスイッチが、やばい、鼻水止まんね。なんかマイクがわさわさってなったらすみません。これ、なんでこれ入れてるかっていうと、これ、刻印で全体攻撃ってなかなかないんですよね。で、
これバースト条件貯めると、バースト時刻印が発動するんですけど、これ全体攻撃なんですよ。で現状では全体攻撃の刻印ってこれともう1枚しかなくて、もう1枚はトラブルラビットシリカってやつなんですけど、それ持ってないんで、これでなんで全体攻撃の刻印がいいかっていうと、カオスレイヤー分裂した後にもう全員に刻印を、入れたいなって思って、でなんかその分裂体全部に入れなきゃいけないのか、1体だけ入れればいいのか正直よく分かってないんですけど、なんとなく全体に入れた方がいいのかなって思ったのと、あとこれロリポップリーファーとか入れたんですけど、この刻印系のデバフ状態の敵に対して打属性弱点ダメ上がるとか、いろいろあるんですけど、ちょっと HP 半分以上保ってられるか不安すぎて、もう保ってらんない気がするんですよね。そしたらウィンドブーストでもいいのかな、ちょっとよく分かってないですけど、戦線維持もう死んじゃうから、いっそ戦線維持、いやでも全然火力出ないような、これだって HP80% 以上保ってないとなんか強くないんで、これ、サマートラベラーサチとかもあるけど、一応カオスレイヤーってブレイクした後が、硬直時間長いですよ、ブレイクタイムっていうの長いんですけど、その時のためだけにこれを入れるっていうのがなんかちょっと嫌で、で HP がかなり減るんですよ、俺慣れてなさすぎて。って考えると攻撃力パーセントあんま上がらないから、そんだったら力戦入れてもいいのかなってちょっと思い始めてきました。もうこれでいってみるか。なんで HP ゾーン斧かっていうと、それしかないそれしかないんですよ。もうなんかあるかな、他に。なんかあったら、例えばですけど、これ水とか関係ない、これの残り HP とエギル3枚で1200上昇とかもあるんですけど、これ2枠で入れたとして、残りの1枠を何入れるかっていうと、なんか大したスキルがなくてですね、こういうさ、バフアビリティ熟練度スキルによる追加ダメージの効果が3倍になるっていう、こういう、3倍と2倍とか入れて5倍にするとかさ、あるかもしんないですけど、多分大したことないんで、分裂体全部に当てたとしても、いや鼻水止まる、大したことがないので。であと斧のモッドですね、このワルキューリリーフは広範囲全体攻撃なんで、この CT 減少のやつを入れたんですよ。でこれ当てた分だけ発動すると思って、あ、これは関係ないです、元取り外し機もったいないからそのままにしてるだけなんですけど、これモーションがちょっと長いんで、そんだったら、全体攻撃他にこれと、あとこれかぐらいしかないんで、他のやつに入れた方がいいのかなってちょっと、思い始めてます。だからちょっとこれ一旦抜いて実験みたいになるんですけど、もうさっきね、ほんとね、いろいろこだわっているせいでね、動きが本当に悪かったんで、そのせいでちょっと倒せなかったんで、もうなんか打刻突水全部一気に入れようとか思うんじゃなくて、もう刻印か突水に入ったらすぐ攻撃入れようっていう感じで、やっていこうかなと思いますが、全体スイッチ、あ、でもスイッチ47溜まるんだ。47溜まればいいか。あ、でもこれ、そんだったら、こっち側でもスイッチ溜めたいんだったら、これで、ウィンドブースト入れた方がいいかな。本当は、こういうの、他にも候補があってですね、これ、ラブリーマーメイド・リズベット、これ、ウィンドコンバージョン4なんですよね。でこれアリス入ってないだけで攻撃 20% 上昇で、でなんでいいかっていうと、これがウィンドコンバージョン5で4と5で被らないんですよ。あ、これパワーライズ3が660で止まってんのか、限界突破してなくて。これなん、あ、そっか、睡眠耐性で入ってんだ。これ本当はね、抜きたいんだけど睡眠食らって死んじゃうんで、
で、これなんで裏片手コーンかっていうと、まあ裏探検でもいいんだけど、探検なら執行者、はい、いや執行者ってわかるかな、探検のね熟練度スキルで執行者の目っていうのがあって、これでね刻印みたいな効果が強いスキルするんですけど、あの刻印とか突印とかぶらないんで、これだいたい8割くらいで、8割じゃない、8割も入んない、8回に1回ぐらいなんですけど、あの片手コーンでも攻撃することでブレイクを狙えるんで、本当はね片手コーンのコネクトをもう1枚ぐらい入れたいところなんですけど、ちょっと、これでやっていこうかと思います。あ、そうだ、小春の装備セット見ますか。小春はもうなんだこれ全部刻印と小刻印になってるけど、これ他のバフ入れてもいいんじゃないか。例えば小刻印、あ、でも小刻印もうロリポップリーファを抜いたから小刻印もそんないらない。これ筋力増強か、探検の筋力増強、小刻印入れるくらい、あ、じゃあ小刻印じゃない、視聴員か、視聴員入れるくらいなら小刻印かな。あ、回避もあるんだ、回避もいいな。でも2秒から、まあ、とりあえずこれでいってみますか。小春の指輪はいつも通りひるみ体勢入ってます。あとはまあそんな感じでやっていきますかね。明国軍長、これを押せばスタートできます。まだ一度も倒してない、もう本当にこのボスもう倒せんのか分かんない。俺じゃみんなすごくない、これ倒してんの強すぎて俺無理なんだけど。これで入る、あ、小春刻印入れてくれた。俺もうさ、コルがなくてさ、で回復ポーションも最近さ掲示板やんなくなっちゃって、あー、この竜巻怖い怖い、やだやだ、マジでさ、スカルリーパーとか行くじゃん、やっぱ瓶集めるんだったらさ、そしたらもう掲示板やりまくってて回復ポーション増えてたのがもう一気になくなっちゃってやんなくなったからってなると、もう、あ、これ間違った、スイッチ打つんだった。あー、もうなんかグダグダしてんな、マジで。あ、回復打っとこう。よし、このすれ違いざまに打つのが結構ね。お、今だ、あ、今じゃない、もうちょっとスイッチ3段階入れるか、いや、いいや、ここさ覚醒使うか、いや使わないでおこう。よし、今だ、いけ、おっ、おお、270万、微妙微妙。あ、ちょっとあー、まあいいや、これは一旦突水入れて、で、ちょっと流血が99スタックも、あー、こいつ飛び上がんねん、マジ、この降りてくるざまに、あー、刻印入んなかった、うわ、くっそ、あー、もういいや。よしよしよし、こいつさ攻撃しようとするとさ吹っ飛ばし、ほうや、こうやって吹っ飛ばしやがんの。あ、これ HP 損だから、これ回復しないと意味ない、あー、死んだ死んだ、うわ、覚醒しとけばよかった。あ、どうしよう、これやばい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 、これで突水入れます。よし、死んだおかげで HP が復活してる、今だ、よし、205万。あー、でもこの調子だとちょっと時間内に倒せるか怪しいですね。あー、やばい、なんか鼻水止まんねえな、こんな戦ってる時に、これティッシュで今片手で鼻かんでるけど、こんなさナメプとかできる敵じゃないんですよ、こんな。あー、きついきつい、これさ、こう彼と突入れてくる、あ、入れてくれた、よし、これなんとかカオスリコレクション発動させてからブレイクまで行きたい。なんで死んだ、あ、そっか、この飛び上がるやつめっちゃ強いんだった、忘れてた。よし、いけ、よし、104万出ればもういいや。あー、やばい、もう流血やだ、
あ、これ今ちょっと今打たない方が良かった。これ硬直あんま長いとさっきの大ダメージ食らうんで、あれよろしくないですよね。あ、小春が刻印入れてくれた。これで、まあ、実質打刻突水という感じですね。で、まあ、回復打っとくか。あ、でも、あ、回復残り12秒になってた。よく見たら、やべ、全然ダメだ。あ、これうざすぎる。落ちてから、来い、いけいけ、よし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 、リコレクション来たから、これでブレイクまで行きたい。八方崩しは入ってないけど、まあ、コネクトでいっぱい打ってれば、まあブレイクできるで、このまま、あ、何これ。あ、ちょっとあれか、移動スティックをね押しまくるとね、ちょっとねよろしくないですよ。あ、いけ、よし、入れてくれた、よしよしよし。あ、ちょっと全然もうあれだ、陣風入れるまで気が回んないわ。これ今のうち本当はね、もっとね稼いでおきたいですけど。あ、どうしよう、これ刻印入れてくれた。あー、これ、あ、入らない。あ、ちょっとミスった。これまだリコレクション来てないんで、ちょ、覚醒使わない方がいいのかな、多分。なんかそんな気がする。で、これで、あ、やばい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 、スイッチは溜まったんで、で、この竜巻のあたりで戦うのは正直超きついんで、竜巻の方行かれたら、あー、小春どこ行ってんの、マジで。うわ、竜巻のところ行ったら、真ん中にね誘導しようかなと。もう本当にめんどくさいんだけど。あ、真ん中行った。絶対こういう、これ真ん中行くとね、この攻撃が来るんですよ。しょうもな。あ、うるさい。あ、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 何言ってんだ、さっきからちょっと意味わかんないこと言って。こいつ攻撃力低下では、この上のバフマークのとこ見てほしいですけど、攻撃力低下デバフを打ってくるんですよ。この間に攻撃したくないですよね。ちょっとこれ、あ、あ、やばいやばいやばい、今のはね打たない方が良かったやつ。あ、ほら覚醒消えちゃった。うわー、やばい、あと14分しかない。6分でこれ、この削り6死24。あー、これは倒しきれないかもしれない。あ、ちょ、あ、なんて、なんでこんな時に睡眠、マジで、くっ、こう、あ、なんで、な、まずい、あ、あ、これ諦めよう、ちょっと無理、これさ、めんどくさすぎ、マジこれ、よくやるね、これ、やってる人、すごすぎるよ、マジで、倒せないって、こんな。これさ、鬼畜でしょ。あ、ちょっとこれ、もったいないな。スイッチ3段階まで行きたいな。ちょ、回復入れて、で、ちょ、次の、突水まで行って、覚醒がないけど、あ、ほっ、よし、いけ。あ、入ったか、240万。まあいっか。あー、これさー、これきつすぎこれきつすぎる、マジで。あ、入れ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 。え、マジさ、攻撃力低下でも膨らってるからかな、全然ダメージ入んない。やばいってこれ、おかしいでしょう。なんかさ、よくさ、運営ボスの調整おかしくないって言うけどさ、おかしすぎ。いや、おかしいでしょ、これは。これ、どうしたらいいの、これ。よし。よし。これさ、裏片手再建の方がいいかな。いっそ。小春スイッチ遅えな。あー、
小春の刻印が入ってる。いけ、26万しか、あー攻撃力低下デバフ入ってるのか。これどうしたらいいのマジで。低下デバフ5秒があるのか。この5秒終わってから攻撃しに行かなきゃいけないってこと。だからここで突水を入れる、ここで攻撃を食らったけど、このあーもうこれこの時点で食らったらもうほらダメなんだ。ほらあー違う、これは単純にあれだ、入ってない、あの突水とか刻印系の、あーやばい残り11分だ、これもう倒せないっしょ、やばいよ。ちょっとここらでブレイクしに行くか。ちょこれ発砲入れた方がいいか、いっぱいブレイクしたい。いけ今だ、あ覚醒すればよかった、あいや覚醒しなくていいんだ、今のは覚醒しなくてよかった。よし、あまずいまずいまずい、あーどうしよう、これもうそろそろ分裂するぞおそらく。これでほら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 分裂きた、でこれでここで刻印を入れよう。よしよしよし、きた、これでいけるか、くらえくらえくらえ、あっいやくらえくらえ、あっあっ結構か、結構減った結構減った、あいい感じじゃねこれ、倒せんのかもしかして、いけもう一回もう一回、よし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 、ちょっとリコレクション貼られたからブレイクしたいな。あ残り9分か、結構あれだ、結構削れた、あ死ね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 、危ない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 、よし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 、いやこれはスイッチ使わない方がいいな、あのおとなしくブレイクしに行った方が、あーどこどこ行ってんだこれ、ブレイクまで行こう。これ斧のブレイク値多いスキルを入れとけばよかったな、獅子粉塵とか今入れるか、あ違う、あ待って、ちゃちゃちょっとミスった、ディスオーダー打ってこれで今バースト条件が満たされたんで、今のうちにバーストして、このバーストの無敵時間の間にこれ獅子粉塵入れよう。よしこれだ、よし今だ、クソが今までの全部台無し、まあいいやいいや、よしまあもう少しだから、まあ、ブレイクし終わる頃には覚醒が回復していることでしょう。いやていうかリコレクション貼られてんだったら覚醒して攻撃すればよかったんじゃないの、完全ミスったな、ああやばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬって、あやばい流血のダメージがやばすぎる流血がやばすぎる、死ぬ、あこれやばい、超回復シリカのこれさ、出血ダメ 80% ぐらい軽減してるとはいえ、これこんあでもまあこれダメ、これくらいのダメージならまあいい、ちょっとこれで少しでも、あーなんで、いやよしよしよし、来た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 、これでこれでブレイクしに行く、あ2つ入ったぞ、これで行こう、あーでも43万しかいんない、やっぱブレイクした方がいいな、よしこれを打ち終わったら獅子粉塵入れよう、あー残り7分か、きついな、でバーストで打ちの獅子粉塵入れの、よし結構ブレイクゲージが稼げてる、あー回復入れようかな、回復、いや回復入れよう、でディスオーダー入れて、危ない危ない危ない、
バーストこのタイミングで打つと当たるか。お、来た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 。覚醒溜まってる、あ、覚醒溜まってる、いける。どうしよう、これでこのブレイクしてる間に打ちたい。スイッチ3段階、いけ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 、よし、小春の国連入った、いけ。あ、ちょっとあれ入れるの忘れた、このこれ先に入れるの忘れた、まずいまずい。あ、でも結構削れてる、あと6分、いける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 。小春刻印入れてくれてる、よしよしよし、いけるぞ、これはいける、よし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 、これいける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 、やばい、倒せる倒せるぞ、あ、いけるいける、よし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 、いける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 。でここで突入入れて食らわないように、あ、食らったら攻撃低下でバフが食らうけど、よし、今だ、よし入った、よし来た、よし来た、スイッチ溜める、いや溜め、小春が刻印入れてくれたので、ここは普通にソードスキルを打ちに行く、で攻撃低下でバフかかってない、よし今は食らってもいい。で、ちょっと回復入れて、で、これで少し待つと。で、ここディスオーダーを入れる。あー、マジ、これ、もう倒せればいいや。っていうか、残り5分か。いや、ちょっとスイッチが溜まってきたんで、ここらで、突水を入れて、打刻突水を狙いに行く。いけ、いけ、入った、よっしゃ、よし、いける、これはいけるぞ、よしよしよし、この調子でちょっとスイッチ溜めて、スイッチと回復入れながらスイッチ溜めて、よし、で、こう、あ、なんだ、今突入れればよかったか、いや、ここで突入れよう、よし。で今食らっちゃったから、この5秒間が終わってから、いけいけ、よしよし、で最後覚醒して一発入れよう、これで死んだべ、え、なんでなんで、クソ、やめろ、やめてくれやめてくれやめてやめてくれ、マジで、危ない。まあもう別に死んでもいいんだけどさ、これを降りてくるところが地獄が待ってるぜ。おっしゃっ、はあ、どうした、いや、よっしゃしんどすぎるこのボス、やば、ちょっとこれちょっと今ね、あんまり大きい声出せない環境でやってるんで、ちょっと声抑えめなんですけど、もう初めて倒したんで、ちょっとね、震え上がってます。これ、こいつやばすぎでしょ、マジで。このボスの、復讐なんですけど、やってくる状態上、睡眠と流血ですね。で、防御低下デバフかけてきます、5秒間ぐらい。で、アイテム使用負荷とかも来るんで、回復バフないときついですね。俺の場合、特に HP 損なので、回復が特に重要で、打属性なら何でもいいブレイクゲージなんですよね。だから、まあ、打属性でブレイク値高いやつをどんどん入れてくる、まあ、できればコネクトに入れるのがいいかな。ただ注意したいのが、ブレイク値高いやつって言っても、例えばですけど、まあ、俺が持ってるのだとですね、こういうやつ HP 強化4バフっていうのがつくんですよ。で、この最大 HP 上昇バフがある状態で、これをつけてると最大 HP 上昇のバフ効果中3秒ごとに HP が 99% 減少っていうデメリットが発動してしまうんですよ。だから、さっき のブレイク値超高い友情、これブレイク値99あるんですけど、これが使えないんですよね。一気に HP 残り1になってしまうんで。で、さっき戦ってる途中でこれに変えたんですけど、これでもよかったかな。あ、でも、あ、違う。これブレイク38か。でもスイッチが82溜まる。ブレイクが、あ、でもこれ、
38か。あ、これもスワッターか。これもスワッターで同じか。スイッチゲージ82の、ブレイク38。こっちのがね、クールタイム11秒で短いんで、こっちが、まあ、16秒か。だけど、やっぱブレイクチー考えるとこれが良かったのかな、やっぱり。途中でちょっと編成変えちゃったけど、まあ、結果良かったのかな、ちょっとよく分かってないですね。打刻と突水同時に入れた方がいいのかな、やっぱ。なんか裏もうなんか打刻と突水なかなかうまくいかなかったり、棒では入れられ、あのボスに、ボスの攻撃でね、あの棒では入れられたりとかしてたんで、ちょっとあんまうまくいかないから裏片手再建にしようかと思ってたんですけど、なんか、まあ、なんとかなりましたね。で、実績達成で、これよ、あ、ね、やった。これもう、あんまりもうやりたくないわ。やりたくないっていうか、あの、周回ではやりたくない。なんか、ちょっとボス倒すか、みたいな、あの、モンハンみたいなノリで遊びに行くくらいなら、あの、まあ、やる。多分たまにやると思いますけど。ご視聴ありがとうございました。今回はね、カオスレイヤー倒せ、なんとか倒せたんで、一歩、また進めたと思います。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。